はいどうも、そばれです。今回は Battlefield 2042の動画をみんなに見てもらうわけなんですけど、今流れている映像、一体何かと言いますと、ソバルトが中華チーターにボコボコにされてる映像です。どんな距離でも常にヘッドショットでキルをかましていくと、2つを見てる感じ、驚異の 83% のヘッドショット率。結局、この試合は敗北して泣き寝入りし、通報するっていうオチだったんですけど、これだけだったらもう動画化せず、じゃあ次頑張ろうって形になるんですけど、現在時刻20時。このゲーム人いなさすぎて、チーターと毎回マッチングするんですよね。でも俺らもね、黙ってらんねえよってことで、今回はヘッドショット率 83% の中華チーターにはさすがに歩兵では敗北してしまうので、禁断の鉄の箱戦車を使ってチーターボコボコにしてチームを勝利に導こうと思います。ということで皆さんどうぞ。うわ、カレイドスコープ、マジか。人がいない。本当のことさえ、チーターいる。いやいやいや、逃げぶ。中華チーターおるわ。こいつこの前、中国語でチャットで暴れてたからな。ボコボコにするか。じゃあさっきの試合のチーターもこいつか。まず戦車使うわ。T28、暴れます。で、ちょっとこれで、みんなに知らせるわ。と、Z、イズ、ハッカー。よし。で、頑張りましょうと。これで味方を鼓舞していきます。さあ、やりますか。ちょっと分単位総出でチーター倒しに行こう。結構戦車が要な気がする。さっきブレイクスルーでバチバチにヘッドショットかまされて死んだからね。その時の報復したるわ。で、どうせチーター前線にいるんだろ。前線か後方の建物の上で LMG 構えてるってか。あ、もう AI なんだろう、なんかさ、マッチ全然しなくね。なんかこのゲーム、あれこんな人いなかったっけ。またなんかマッチングバグが発生してマッチングが分散されまくって、なんか AI が増えちゃったりとか、なんかいるね、これリズってるやついる。あ、オッケー、チーターやった。オッケー、みんな行けー。待って、さっきさ、引っかかってる。あ、みんな前行け。チーターをやったぞ。この間に前線を上げるんだ。相手今ブチ切れてるで。うわー、戦車おるわーって。まさか僕の5000円のチートがこんな鉄タンクに敗北するなんてって。お前じゃ勝てねえよこのタンク。 T28 をなめるな。オッケー、前線破壊した。で、これで味方が前進むはず。敵にね、一切の準備をさせない。もう俺どれだけカレードスコープ回っているか否かよ。タンクで立ち回りを開発してます。さあ、敵はどうかな。いないね。A1 若干入ってるのかな。あれはチーターじゃないか。さあ、チーターくんどこに隠れたかな。絶対これ後方いるだろ。あ、リズムできた。これチーターっぽくねえか、このリズ。ワンカット。あ、いましたー。おい、芸がないのー。前線でやられたら後方で LMG でイモってか。チートのエイムでご利用してきただけはあるわ。その立ち回り感服。あの中華チーターの生態はある程度分かってる。俺平原側にいると思うんだよね。あ、いた。見つかった。やっぱり平地で車線が通りやすい場所はチーターいるよね。そういったとこ好きよな。壁とか遮蔽物を使うのではなく、あえて広いところで全てのヘッドショットを狙っていく、そんなスタンスね。努力をしない立ち回りの結果の立ち回りよね。さあ、チーター君会いに行くよ。こいつやるか、先に。おい、倒した。今から会うよ。橋渡りまーす。チーター当てるもするか。なんかタンク近づいてきてない？おい、誰か歩兵助けてくれ。やべ、リズが変なところ行っちゃった。どうしよう。いや、タンク来た。あー、ママーよし、チーター芝居だ。さあ、これで多分脇ポはなくなったから、あとは B1 ゴリ押すか。一番大変なのはね、タンクの手の届かない場所にチーターが待機することなんだよね。そうなると歩兵がどんどんしばかれちゃうんで。ただ今味方がこれ B1 取ってんね。やっぱりチーターがいなくなったから前線押しやすくなったか。ちょっと俺体張って前押さえるか。あ、待って、右側いるね。こいつは倒したい。あ、ごめん、外したわ。手前の車いるね。オッケー、分かった。あと左側いたと思うけど、さすがに逃げたかな。あ、奥にね。あ、ずっとジャベリン構えてるやついるわ。これちょっともう階段登っちゃうか。押してきてると思うから、ここ一緒に押そう。頑張ろうみんな。大変だと思うけど任せろ。俺が壁になる。ワンチャン死ぬかもしれんけど、まあただできればね、 C も抑えに行きたいから速攻で。ここで死にたくはねえんだよな。ちょっと行くわ。バイバイみんな。俺死ぬかも。お、ナイス2カット。いいね。遠ミサイルが当たったか。よいしょー、地雷ごとやったけどちょっと痛かった。オッケー。セクター B 確保。早い。もう何もさせないよ。敵にチーターに準備を一切させない立ち回り、これ重要。さあ、カレイドスコープ重要タンクミッションいきますか。敵の車を拠点に入らせない。これ重要。さあ、まずは C2 の奥のリスポーンまで向かいます。で、そこで車が湧くと思うので、それを破壊する。あ、多分ワイキャかラムも湧くと思うし、なんかぐるぐるうろちょろしてると思うけど、それも破壊しよう。あ、いいね。味方のハインド、働いてる。速攻で C2 いってる。これに合わせようか。さあさあ、敵のタンクはどこに。おお、すごい対空してる。大丈夫かそれ。あのハインド落ちそうだな。ちょっとカバーにいたけど、おお、この草が邪魔や。ギリースーツになったけど何も見えん。さあさあさあ、あ、いるね。外した。だけどやれそうだね。あ、もう体力半分だわ。いっちゃって。あと一発。オーケー、破壊確認。いいよいいよ。で、これで C2 の脅威が1つ減ったと考えて、あとはここで車を待ちたいところではあるが、これ歩兵、あー、車がなんか外車から降ろされてんね。ちょっと向かうか。なるほどね。それで車を C2 に入れて拠点を守ろうってか。やべ、ハックされる、ハックされる。まずいかも。チーターもいるし、敵からハックされるし、たまったもんじゃない。オッケー、歩兵やった。このまま一回ぐるーって一周するわ。あ、待って、歩兵いるからけど、ちょっと砲塔が足りん。一回逃げまーす。リズのヘイトが高いかも。あとは味方して、あー、すごい。あー、もうヘッドショットで暴れてる。ぶち抜いてる、ぶち抜いてる。チーターぶち切れたか。だが許さん。俺が倒す。あー、こいつじゃないか。どこにいるかな。あー、リーズ飛んできた。オッケー、リーズ破壊。あー、もう一発飛んできた。オッケー、リーズ破壊。これどっちかチーターやろ。ちょっとリズが右側熱いんで、一旦左側クリアしちゃおうか。さあ、この辺りにボイがいる。あ、いた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 。分かった。お、なんかドライバーアシストでチーター倒した。いいね。おい、2カット。さあ、これチーター君いなくなったから C2 はかなり取りやすいんじゃないか。あとはもう人数のご了承よ。マップ見る感じ C2 のこれ1回でファイトしてんのかな。オッケー、分かった。さあ、ってことは俺が外周のホエを倒せばこれ GG ウェルプレイだね。体張るわ。抑えきろ、抑えきろ。この辺りにホエがたくさんいるはず。あとジャベリン構えてる。おお、なんだ、やめて。エクスポーシブグレーで、これ詰めちゃうね。この道路を渡って歩兵が入ってくると思うから、戦車ここでうろつかせて敵の退路をなくしたるわ。おー、リフトばしげんね。でもチーターじゃないんだよな。チーターどこにいるかな。とうとうイモリ出したか、あいつ。キルログもパッと見えないからね。チーター君完全に内落ちしたか。あとはもうここで適当にブンブンタンク回して。あ、ワイキャいるね。オッケーオッケー。あれ、じゃあ破壊しに行こうかな。多分ワイキャがご利用してワンチャン C2 取られる可能性があるから、ここを抑えます。ブロックするわ。ブロックいっちゃって。ロックオンしても無駄やですね。あ、でも歩兵がいる。ちょっとやれる。あ、ナイスカット。いいね。あれ、あっけな。おい、チーター弱えぞ。ハッカールーザーと。あれ、チーター君23キル11ですなんだけど。これ彼ブチギレです。まあ相手のチャットでグワビグワビ言ってんじゃない。まあこんな感じでね、今ちょっとチーターが多いんで、皆さん BF20 にはシーズン5が来てから遊んだ方がいいと思います。